ようございます。なんとどうですかこの歴史っぽい感じのところは。いいじゃないですか。岩村城ですね。はい、岩村城の博物館に今います。どう行くんですか。今日はどこ行こう。とりあえず三つ森山を目指しましょう。はい、三つ森山を目指すんですけど、水晶山。うん、あ、水晶山、エナの、そう水晶山を目指すね、今から。あ、エナの水晶山ね、エナの水晶山をとりあえず目指します。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。よし。岩村城震えず。でもこれはちょっと変なやつ、これね、ずっとこれ登ってって、ええ、この先に行けるんかな。あ、これかな。あ、ちょっとやばくて。なるほど。これを見てもちょっと登山道は分かんないですね。分からん。はい、とりあえず岩村城に向かって歩いてます。これも道になっとるんだけど、はい、怪しいな。ちょくとでまっすぐだけど、本丸まで 700m だって。雪が残ってるんだよね。やっぱり寒いよね。がっつり残ってる。上の岩村ダムまで行きたかったんですけど、途中で道路が凍っててたどり着けなかったです。残念、舐めてました。ノーマルタイヤで向かって舐めてました。はい、結構きついっす。すごいシャドウが、いい角度だ。あ、暑くなってきた。いいっすね。うほほほ、すごい登り。マジか。これは凍ってるな。いかんいかんいかん。完全に凍ってる。うわ、これは歩けんよ。あ、無理。こっちは歩けるか。あ、そこまでね。はいはいはい、よいしょ。あ、危ねえ。よいしょ、なんとか息のないところを歩けました。ちょっと観光客まだ来れんね、この状態だと。ねえ、これは危ないね。普通の靴じゃ危ないよ。ボブスレやれる、ここ。はい、藤子歩けるのに雪の上を行くらしいです。これいけるわ。あ、いける。危ういな。ちょっとでも傾斜がついてるからね。うん、このところでこけて顔面を強打しないようにお願いします。おお、この辺すごいいいじゃん。なんか遺跡感が半端だね。すげえいい。マチュピチュ来た感が。マチュピチュ感が半端じゃねえな。怖いね、ここ。マチュピチュ感がほんとすげえ。おお、いいいい。遺跡や遺跡。おお、すごい。一面氷や。スケートリンクになってる。おお、やばいやばいやばい。テラス滑るよ、これ。危ない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 。滑る。決定的瞬間を取ろうとしてる人が。危ない危ない危ない。このザラついたところを選んで歩いてます。いやー、すげえテカテカしてるもんね、ここ。いいね。今からちょっとだけ見える。うん。ちょっとそのブル。はい、岩村城を降りました。ここからは水晶山を目指して進んでいきます。なんか林道一旦下るみたいですね。はい、下るということは。また登る。日はまた登る。はい、水晶山 1.6 キロという看板を発見して、これみたいですね。行っちゃいますか、これ。行っちゃいますか。ここにもある。はい、行きます。いや、ピストグラムみたいな感じでしたね。とりあえず水平移動は続いてます。そうだね、登ってる感じじゃないね。登ってはないね。水平移動、しかも割と切り立ってますよ、ずっと。余談を許さない道ですよ、ある意味。はい、カモシカの死体が、多分カモシカだよね。うん、なんかにやられたんだよ、これ。やられたんかな。ここに毛があるもんね。すごい。
クマじゃないよ、クマにやられたのかな。お、こっち、お、急に登りが来たね、なんか。おお、割と登っとるね、うん、よいしょ。はい、ついにヤバい坂来ました。ああ、これきついよ。行きますよ。よいしょ。はい、ずーっと林の中歩いてまして、眺望がないっす。景色が見たいぞ。景色ゼロ。なんて地味な山なんだ。はい、ついに氷路面が来ました。大丈夫なんでしょうか。俺は雪を。刺すこともできない。こっちでいいか。お、こっちでも結構割と滑るよね。これ獣の足だ。ああ。獣の足跡もあります。さっきの虫かな。あ。はい。これはなんかあってましょ、これ名前。ああ、いい岩だ。いや、ばっくり言われてる。おお、これは名前つけようよ、これ。これ、あの元祖岩村にしましょう、これ。おいいね、元祖岩村ありました。めっちゃあんじゃない。で、本家岩村もどこかありますからね。整備されるかけ？なんだろうね。へえ、こんな道あるんだ。っていうか、めっちゃ凍ってんだけど、そこ。やばい。やば。あ、城山、水晶山、あ、城山ってとこ通ってきたんだね、今。あ、そう、いや、城山ってあれ、ね、あれのこと。あ、あれのことか。山田城のこと。あ、山田城のことね。なるほど。やばい、まあ、やばいよ、これ。これやばい。本当に。これ本当にやばい。ここはずっと行けるのかな。これ普通の雪に見えて意外に凍ってるからね。怖いんだよね。なんかでも道っぽくもないんだけど、なんだろうね、これ。これが登山だよ。うん、なんか結局この上が登山道っぽいんだよ。本当に降りんでよかったね。ねえ、降りんでよかったね。上の方が道っぽいわ。道っぽいし、雪もない。はい、尾根っぽい感じになってきた。ところどころ景色も見えてます。四等三角点、なぜかこんなところにある。おお、三角点がある。へえ、これ珍しいよね。そうか、山の途中で三角点。うん、4等三角点って書いてあるね、本当に。うん、本当だ、三角点。4等ってことは本当に何もないところにあるんだろうね。まあ、うん、あのなんかここめちゃめちゃ削られてやばいことに。うわ、危ねえ。ちょっと、そう、大丈夫ここ。怖いんだけど。雪庇の上の感じだよね。そうそうそう、怖い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 。やばい、ここ。え、大丈夫ここ。これなんか整備の恐ろしい道だ。これはどこよ。こっちにも道っぽいのあるね。こっちね、うん、さっきと同じ感じ。うん、まあ道ではないな。伐採用になんか、うん、作業用に作ったね。うん、ピークを登ってきましたよ。どうかな、なんかある。なんだこれ。なんか三角点っぽいのあるね。でもこれ違うね。でも水晶山ってどこでも書いてないね。まだ多分違うね。まだね。お、でもこれちょっと景色いいね。うん、まだ木が邪魔だね。でもね、はい、この先は雪があります。でも凍ってはいない。うん、行けるそうかな。ちょっと行ってみますか。うん、大丈夫そうですね。はい、まあ俺の5年もののソールが終わった靴でどうかってことなんですよ。これやばいよ、多分。やらしいな。あ、でも意外に凍ってはない、ここは。そうね、油断は禁物だけどね。はい、水晶山。突然山頂現れた。そうだ、958m 割とあるな、うん、標高もあるよね。へえ、これもなんかすごい古いか。へえ、あ、だから鳥が鳴いとったのか。いや、それ関係ねえか。
でも眺望ほんとないね。ないね。びっくりした。やばいぐらいない、ね。マジか。ちょっとこっちが見えるぐらい。はい、コーヒータイムですよ。おうまそうだ。あ、ガチガチに氷が張ってますよ、ここは。まずこうやって溶かしておいて、続きを注ぐという二段構えです。そういう作法。作法です。茶道です、これが。茶道。裏千家かなんかだ。じゃあ、いただきます。水晶山に乾杯。乾杯。ぬるい。すぐ降りて左に。はい。では、水晶山を後にして、うん、岩村ダム方面に降りていきたいと思います。はい、とりあえず、三森山方面ですね。うん、三森山はちょっと今日時間的にスルーしますけど。ですね。ダムの方へ降りて行きたいと思います。では、行きまーす。こっちですね。うん、まっすぐ行って左に。すいません。すごい下りです。なんか真っ逆さまなんですけど。これね。周回コースにして登るんだ。これやべえな。うん、マジやばい。もし山村ダムから登ってたら、うん、これ登っとったらよかったよね。そう。心臓破りすぎるね、これ。多分だけど、これ、電気状こうなってるだけで、うん、向こうだと思うよ。ああ、そうだ。うん。下にももう一個ある。あ、ほんとだ。うん。やっぱりあっちだ。おー、滑るよ。絶対やばい。やばいな、やばいやん。やばい道だ、これ。どうしよう。入った方がいいかな。よいしょ。うわこの下りでね、うん、この雪はやばいね、ちょっと。え、これはやばいでしょ。サクサクだけど、滑ることない。あそこら辺凍ってるよ、多分あれ真ん中。真ん中凍ってるから。あの辺はやばくね、さすがに。はい。なんとか巻かずに降りてきましたけど、最後は凍ってて、ちょっと危険でした。はい、しかもここちょっと尾根だね。うん、尾根。ああ。いや、尾根で雪とか、やばいでしょ。危なかった。危険地帯だった。うん、まあ、最悪チェーンスパイクあるんで、まあね、巻けばいいだけなんですけど、うん、なんとか乗り切れましたね。よいしょ。ほんの数メートルあってもやっぱり危ないもんは危ないね。うん、やばい看板がありました。やばいねこれ。急継車危険。うわ、これ上りには当然書いてないわね。怖っ。どれ降りるのこれ。あ、これか。ほー、マジこれ。これあ、しかも凍っとるね、やっぱ途中。どうしような、これ。怖っ。これは本当に巻かないんだ。これで凍っとったらちょっとやべえ。そのライン、そこだけ。ほんと？でもあれかなり凍っとるよ。うん。かなり凍ってるっぽい。うーん。いや、これさっきの隠れ氷だよ、これ。隠れ氷やばい。巻こう、これは。さすがに、うん。ちょっと、荒らしてもしょうがない。うん、さすがにここは巻こう。ちょっと隠れ氷ね、ほんと滑るんで。うん、巻きます。しょうがないです。まさかの、こんなところで巻かない。巻かせていただきます。さあ、下ってきました。やばいよ、ここは。すごい。はい、チェーンスパイク巻きました。もういいね。まさか、この山でチェーンスパイクがいるとはね。うわ、ほんと急角度だよな、これ。うん、ほんと急角度。しかも、隠れ氷がやっぱある。ステップのところに雪が積もったと思うんで、すごいよね。ほんと隠れ氷あるわ。これ絶対危ねえよ。うわ、凍ってる。わ、本当に。あ、マジ凍ってんじゃん。うん、マジ凍ってる。これやべえわ。あ、でも完全ガチガチや。うわ、この辺全部ガチガチ。すげえ。ちょっと低い体勢で。いや、これちょっとカメラオフにします。さすがに。さすがにやべえ、これ。さすがにやべえ。すいません、これすごいいっぱいいっぱいなんですけど。やばい。やばいレベルだ、これ。氷の急斜面ってね。かなりビビるね。ほんと怖い。怖い。ああ。こんな状況初めてだった。すげえ。いやー、参ったね。いやー、疲れた。神経が滑った。急坂降りると思った、まさか。ああ、疲れた。結構な急坂。坂
最弱の4本まで来ちゃったね、今日は。ああ、やった。危なかった。はいはいはい。さあ、これはどう行くのかな？こっちかな？いや、下降りてる、うん。あ、こっちかな？帰ってきたんですから、ね、なぜかがっつり雪道歩いてます。雪が残ってますね、ここら辺は。見積もり神社です。見積もり神社これ。じゃあもう見積もり山に来たと同じ。見積もり山こっちってか、あ、こっからも見積もり山行けるんだ。で、奥宮とかあるんだ。おお、すごい、凍ってる。凍るんだね。やっぱ水が流れてないもんで凍るんだろうね。っていうかね、これよそ見して踏むとゼロ滑りますよこれ。危ない、今つるってきた。危ない危ない危ない。地図発見しました、うん、なるほど、ここが駐車場なのか。濃いね。ここにたどり着けんかったんですよね、途中凍っててね、たどり着けんかったとか。ここです。10台無理か。うん、でも今車折ったね。スタッドレス履いとるんだろうな、さすがに。はい、ダムの上に来ました。ちっちゃいダムなんだね、岩村ダムは。おー、すごいすごいすごい、綺麗だな。あー、こっちはちょっと霞んじゃってるけどね、遠くはね。あ、こういう系なんだ。すごい凍ってる。へえ。はい、岩村ダムでした。噛みました。岩村ダムって言いにくいね。言いにくいな。はい、後にします。はい、林道真っ白です。やばい、これは車になるぞ。これはね、さすがに車無理でしたね、やっぱり。もう東京スカイツリーなんか目じゃねえよって感じの。東京スカイツリーと同じ高さにしては何もない場所でした。はい、駐車場に戻ってきました。ゴール。じゃあ気持ちよかったね。めちゃめちゃ春っぽい風が吹いててよかったですね。気持ちいい。さあ、午前中縛りでちょっと午後の予定に向けて急いでいきたいと思います。それでは終わります。